どうも皆さん、午後派です。午後の午後です。本日は8番出口をやっていきたいと思います。このゲームはね、なんか SNS とか YouTube で有名になってたんで、名前は知ってるんですけど、おそらくホラーゲームということくらいしか知らないんですけど、なんかおっさんが通り過ぎていくんですけど、ちょっとやっていこうと思います。何をすればいいんだ?なんか説明もなく始まったんだよね。タイトル画面もなく、説明もなく始まったんですけど、やっていきましょう。こういう駅あるよね。あ、音もなんか響いていいね。左側通行ご協力ください。わかりました。出口ゼロ。あー、はいはい。あるね。こういうの。JR とかの方にあるね。なるほどね。で、これでループしていくと。出口8、この8があれかな?無限の、あれを意味してんのかね。何をすればいいんだ?だからこうやってループしていくっていうのは、SNS とか見てて大体わかってるんですよ。何をしたらいいんだ、このゲームは。無限おっさん編なんだけど。結構謎解きなのかな?とりあえずついてく、一旦。このおっさんも、困ってるはずだもんな。あ、スマホ見たぞ。どうした?彼女?彼氏?え?どうしたの?マジで。ベルト、あれ、おっさんベルトしない派?もしかして。おっさんベルトし、え、マジで動かない。何したらいいゲームなんだろう。どうしよう。防犯カメラ作動中、これ怖いよな。なんか、目のマークがある、こういうの置くだけで、結構ね、犯罪率って下がるらしいよ。だから、なんか自転車置き場とかお店とかによく目のマークのあれ置いてあったりするんだって、まあ、そんなことはどうでもいいんだけど、ご案内、あ、異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと。あー、そういうこと?なんだ、取扱説明書あるやん。なるほど、そういうデスゲームね、これ。デスゲーム主催者が見てる感じね、これ。わかりました。じゃあ、仕切り直していきましょう。まず、ノースモーキングね。で、おっさん。異変?東宝じゃねえんだから。おっさん、なんか異変見つけた?もう、おっさんがループしてくる時点で異変なんだけどな。一旦引き返してみるか。一旦引き返してみよう。なんかもう、すでに異変だし。ああ。あ。地下広場になってる。ちょっと待って。え?おさん来た。え?何が異変なんだろう。あ!おさん!異変か、これは。誰かが閉じ込められてる可能性もあるけど、まあ異変か。あ、出口1だ。あ、ちょっと進んだんじゃない?はいはいはい。これ異変1ね。異変8個あんのかな、じゃあ。だから、ポスターの内容とかもワンチャン変わるかもしれないんだよな。異変を見逃さないようにしないとな。大丈夫だろう。ああ、大丈夫。うわ、出口に、いいね。俺で?ちょっと左側通行守っとこうかな。そろそろポスターの一部が変わるとか、なんじゃない?おっさん。おっさん怖い。この世界にいる生物怖い。大丈夫だよな。特に何も変わってないね。てかさ、この感度が、この感度がさ、ひどくてめっちゃ酔う。ああ、3番出口だ。まだイージーだな。チュートリアルだろ、これ。はい、次は。ホラーゲームっぽいな。普通に。モンスター変わってない。変わってない。
おっさん、変わってない。変わってないな。ああ、大丈夫そう。おい、異変なんてねえぞ。あ、嘘だろ、おい。おい、え、なんか変わってたか。マジ、なんか変わってた。え、嘘だ。ちょ待って、0番は引き返さなきゃいけないんだっけ。あ、階段がある。あー、出口か。じじ、タイヤリでした。え、出れたけど。え、終わり。え、え、ちょ待って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 、え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 、なんか、え、出れたけど何？え、ちょっと待って、何も理解できてない。え、ちょっと待って。これ、な、どういうことだ？リセット入ったな。何が異変だったんだろう。え、とりあえず進むか。あ、ちょ待って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 。明らかにおかしいよな。おっさん、おっさん、ちょっとあれ見て、おっさん、明らかにおかしい。異変だこれは。引き返そう。明らかにおかしい。あ、出口1だ。でも8番出口から出なきゃいけないんだもんね。さっき8番出口じゃなかったもんな。ポスターちゃんと見なきゃいけないから、おっさんの様子もちゃんと見る。特におかしくないな。あー、大丈夫大丈夫。ポスターに目行きがちなんだよな。入りてーけど入りてーけど異変なんだろうな。クリアできないもんなこれ。引き返さないと。はい、出口にね。まあ、駅におっさん二人が立ってることはあるか。いや。ああ、よしよしよし。異変らしい。まあでも、突っ立ってるわけないよな、こんな駅のところで。クリアリングしてこう、ちゃんと。禁煙でしょう。あー、ポスターの内容変わりなさそうだけどな。防犯カメラも大丈夫でしょう。この QR コードなんか読み込んだらありそうだな。なんかあんのかな。ちょ、読み込んでみようかな。読み込めるかな。あ、無理か。なんかね、他のホラーゲームはね、いけたんだよね。で、グッズのとこにつながったりしてて、もうマジで酔ってきたな。クソ酔ってきた。気持ち悪い。いや、異変なし、異変なし。よし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 、折り返しじゃないか。ちょ、クリアリングしていこう、ちゃんと。死にたくない。出口8でしょう。黄色も変わってないでしょう。禁煙でしょう。禁煙。あれ、色これだ。まあいいや。禁煙でしょう。8しかでしょう。ああ、パッと見変わってないな。おっさんの様子も変わってない。地下広場。数値とかも変わってないし。変わってない、変わってない。何、肛門し、肛門絞りって何これ。シャンプーコース。何、肛門絞りって何。ワンちゃんも、え、肛門絞られて喜ぶの、ワンちゃんって。肛門絞りって何。え、肛門絞りなんて今まで書いてたっけ。
え、これ異変か？ちょっと待って、これ異変かな？ね、肛門絞りって何？ペット界隈では有名だ。なんか、異変だ。異変だ、これは。異変だ、チンチン生えてた、ドアから。マジかよ。気づかねえって。出口後。危ねえ。ちょ、肛門絞りまだあるか、見たいな。あ、肛門絞りだ。やばい、肛門絞りあんだ。肛門絞られるのかな？どうやって絞るんだろう。ジュース出てくんのかな？特に何も変わってなさそうだな。ドアノブも平気。5番まで来て間違いたくないな。禁煙でしょ。行くか、このまま。あ、来てるね。出口6だよ。はいはいはい。で、おっさんでしょ。出口8でしょ。禁煙でしょ。おっさんは、おっさんのままなんだね。まあ、おっさんはおっさんのままで言ってくれ。防犯カメラも大丈夫。肛門絞ってる。普通のレジ打ち。大丈夫そうだな。そんな甘くないかな、このゲームって。寄ってきた。地味にちょっと魚眼ないよな。おお、7番出口。ここクリアしたら、いけるな。エンディングじゃないか？通常のおっさん。禁煙。アルバイトパートでしょ。そろそろおっさんとこれエンカウントじゃない、これ。大丈夫か。肛門絞りも健在か。大丈夫かな。あ！お前！あいつ、イブの世界みたいになってる。来た、8番出口。こっから外に出なきゃいけないんでしょ。こっから出れるか？大丈夫か？ラストダンジョンだけど。おっさん外に出られそうか？大丈夫だな。ドアノブも大丈夫。地下広場。特に問題ないな。これクリアしたいな。クリアして、で、他がどうだったのかも見たいな。大丈夫だろ！行こうぜ！もう、これ出口っしょ！大丈夫、大丈夫。うえ、来た！走れない。8番出口で外、オッケー。ああ、来たー。実績解除。録画画面には映ってないだろうけど。ああ、よかった。なんだ。よかった。間違い探しゲームだったわ。ただね、これすげえ酔う。マジで。じゃあちょっと、あえての間違い見てみますか。異変を感じ取りたい。これ、このまま戻される感じじゃない？はい。ご利用の皆様にはご不便をかけてしまう。見つかってない変が25個あります。え？ああ、マウスが突然切れる異変。どうやったら見つける判定なんだ？使ってない異変。これランダムなのか、もしかして。起きる異変って。一旦進みまくってみる？25個。うわ、マジか。これ全部見つけんの骨が折れるな。まあ、いくつか見つけたら終わろうか。
ポスター微妙に変わってたりすんのかな。ほら。いや、これね、異変ないです。うん。これ異変ない。一番でしょう。異変見つけた判定ってどうしたらいいんだろうね。発生させればいいだけなのかな。異変が。異変を。2番出口。25個だもんね。多分異変を発生させればいいだけな気がする。周回ゲーな気がしなくもない。あ、ついてる、見られてる見られてる、おい、見られてるぞ、帰ろう。あ、よし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 。これで24個。ああ、そうだ、異変発生させるんだ。で、それを引き返さなきゃいけないんだ、異変発生させて。そしたら見つけた判定だ。なるほどね。え、これポスターの、あ、あー、やばい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 、ちょっと待って、わかった、なんだそれなんだそれあー、まあ見つけたならいいや。なんだそれ、異変なんてもんじゃねえぞ、おい。もうそれは災害だろうがよ。いいけどさ、0番なんだ。なんかあったんだな、異変。意外と見逃すなぁ。走んない方がいいな、俺酔うし。急におっさんが裸だったりすんのかなぁ。この辺のポスターもなんかちょっと異変起きてほしさあるんだけど。大丈夫か。意外と見つけられないもんなんだね、人って。こういう異変。あ、0番だ。え、嘘、異変あったの。ちょっとマジでコメント欄で教えてくれ。なんかここありましたよみたいなのあったら。え、何が異変だったんだ今の。 おっさんが靴履き違えてるとか。ちょっと待って、真面目に探してます今。毎回真面目に探すのすげえ大変なんだけど。あっ、あっ、これでもさ、死んでも見つけた判定になったけど、いやでもこれ引き返さないと見つけた判定にならないのかな。 OK、 これで22個。あー、ちょ、地味やな。もっとなんか派手なのないかな。爆発するとか。チューボーンみたいなのないかな。てか、さっき0番出口から出れたのは何なんだろう。0番なのに出口があるのがそもそも異変だよって話なのかな。まあ、特にないかな、異変。こんなもんかい ?2 番だ。チュボーンドカーンみたいなのあったら面白いんだけどな。締めとして。大丈夫？ JK のスカート取った盗撮とか残ってない？大丈夫か、おっさん。おっさんってだけでね、世の中デバフになっちゃうんだよな。俺もいずれおっさんになるんだけどさ。ほんとに。つらい。生きづらいと思う。おっさんに優しくない世界。この駅マジで8番出口行くの至難の業すぎる。あまりにも狂ってる、この世界が。ない。あ、やばい、停電だ。引き返さなきゃ。おー、着いたー。こーはっ、こわ、シンプルこわ。鳥肌だったわ、今。
ダメ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 、マジで停電は。マジね、でもね、この中で一番怖いのはおっさんなんだよな。あまりにもアノマリーすぎて、こいつが。普通に人の皮をかぶった化け物なんだよな。特に何もないっしょ。いや。大丈夫かな。よっしゃ、5番。8番まで行っちゃうか、これ。いけるだろ。この調子なら。意外とジャンプスケアなんだよな。軽い。うん、おっさん変わりないな。大丈夫かな、ワンちゃんも。地下広場。6番。21個。結構異変あるね。やり込みゲーなんだな、意外と。早い早い、明らか、明らか。明らかだよ、それは。早い早い早い。怖すぎだろ、あんな素早いおっさんいたら。やばいって。絶対トイレ我慢してた人じゃん。ああ、こんわ。こんわ。このアルバイトパート。こんわ。よくある感じやね。意外としれっとあんな広告あったりするからな。別に。異変と感じるか感じないかはその人次第なとこあるよな。いやー、8番だからな、もう。せっかくならもう一回出たいとこなんだけど。おさん、ベルトしてないのは異変じゃないんだな。8しか大丈夫。アルバイトパート大丈夫。肛門絞り大丈夫。司法書士も大丈夫かな？まあ、すでにね、ここにいること自体が全部異変みたいなとこあるから。で、従業員、清掃員。大丈夫じゃない？言うて。また GG でしょ。ああ、GG だ。ああ、GG だ。おお、こうやって繰り返していくゲームなんかな？俺は。あ、そうだね。はい。というわけで、8番出口ね、ちょっと誕生日配信の時に、プレゼントしていただいたものなんですけれども、普通に面白いので、あと、あんまり高くないので、よければ皆さんもやってみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。おつごごー。